宮本徹君。日本共産党の宮本徹です。まず統一教会と自民党の癒着について質問したいと思います。数十年にわたり統一教会の被害が続いてきた背景として、政治と統一教会とが癒着し、統一教会を野放しにしてきたことを指摘しなければなりません。統一教会は正体隠しの伝道、異常な高額献金などで被害を広げてきた反社会的な集団であります。この根源にあるのが、日本を韓国に貢ぐエバ国とする考え方です。毎年数百億円もが韓国教団本部に送金されてきました。裁判で認定された事実でも、文鮮明の子である文国新はメシアである文鮮明の後継者と目されており、月1回来日して献金を支持していたとあります。岸田総理の基本的な認識をお伺いしますが、統一教会が日本を韓国に貢ぐエバ国とし、韓国教団本部に送金するために違法なやり方で国民の財産を収奪してきた団体である、こういう認識はございますか。内閣総理大臣岸田文雄君。旧統一教会については、悪質商法に関する問題、親族の入信に起因する家族の困窮等の問題等、さまざまな問題が指摘されていると承知をしており、このような状況を踏まえて、社会的に問題が指摘されている団体であるとの認識を持っています。また、韓国の本部への送金についても、報道等で承知をしています。政府としては、この旧統一教会への対応については、相談体制強化等による被害者の救済、そして消費者契約等の法制度の見直し等による再発の防止、そして宗教法人法に基づく報告聴取、質問権を通じた事実把握、実態解明、この3つを並行して進めるべき課題であると認識をして取り組んでまいります。宮本徹君。選挙でのですね、支援を目当てに国民を苦しめる反社会的、反国民的カルト集団の広告塔となった、こういう議員はですね、本当に私は罪深いと思いますよ。自分の議席を優先するのか、国民の幸せを優先するのか、政治の根本姿勢が問われる問題だと指摘しておきたいと思います。で、統一教会関連団体の世界平和連合、国際勝共連合、UPF などの日本代表を務める梶栗正義氏は、安倍元首相について、2012年頃から応援させていただいたと述べ、選挙においては、依頼された方を各地で応援させていただいたと述べています。8万票といわれる統一教会票が当落を左右するのが参議院比例区です。2016年は宮島義文氏、今年は井上義行氏が統一教会の組織的支援を受けて当選をしております。この統一教会票の差配を行っていたのが、安倍元首相らだったと証言されています。この参議院比例区の個人名、参議院比例区はですね、個人名の得票は政党名の得票としてカウントされ、政党の議席に結びつきます。つまり自民党幹部が統一教会票を差配して、統一教会が組織した個人名の得票は自民党の比例得票になっていったわけです。総理、つまりですね、自民党自身が参議院選挙において統一教会の組織的な支援を受けていた、こういうことになるんじゃありませんか。内閣総理大臣岸田文雄君。まずこの場に内閣総理大臣として立たせていただいています。答弁はその立場を踏まえて申し上げなければならないわけではありますが、事柄の性質上、自民党についてお答えをさせていただきたいと思います。これは政治家の使命の一つ、これは可能な限り多くの方々と接し、意見に耳を傾け、そして自分自身の考えを説明し、理解いただく努力を重ねることであると認識をしています。そうした活動の一環として、結果的に多くの議員が旧統一教会あるいは関係団体と接触を持つこととなり、国民の皆様の政治への信頼を築きつけたこと、このことにつきましては率直にお詫びを申し上げなければならないと考えております。他方、この各議員と旧統一教会との関係は、
個々の議員によって異なり、選挙においても見返りというお尋ねもありましたが、さまざまな関わりがあったという報道があることを承知しております。いずれにせよ大切なことは、過去の関係を点検した上で、未来に向かって関係を断つことであると考えております。政治に対する国民の皆様の信頼を取り戻すことができるよう、これを徹底してまいりたいと思っています。このために、党ガバナンスコードを改定し、指針を明確化する、あるいは党内に議員からの個別紹介に応じる事前のチェック体制を構築をする、こうした取り組みを進めるとともに、党としての関係遮断に向けた方針具体化の対応を、全所属国会議員、そして地方組織に対し、今月中に具体的に周知徹底する、こうしたことを対応として進めていくことを考えております。宮本徹君。いや、個々の議員の問題を今聞いたわけじゃないんですよ。総理は自民党の総裁ですから、参議院の比例区の選挙の仕組み上、参議院の比例区の自民党候補が統一教会の組織票を受けたらですね、それは自民党自身が比例得票を統一教会から組織的にもらったってことになるわけですよ。そのことについて私は聞いてるんですよ。自民党としての反省が必要なんじゃないですか。内閣総理大臣岸田文雄君。今申し上げたように、まず関わりを持ったことについては率直にお詫びを申し上げなければなりませんが、選挙等を通じて各議員がどのようなその関わりを持ったか、これについてはこの議員それぞれ様々であります。そういったことに、このそういったことを受けて、党としては今後関係を断つということを明らかにしたということであります。ぜひ党として今後政治の信頼の回復という観点から、この性関係を断つということを徹底していきたいと申し上げております。個々の議員が応援をもらってもですね、参議院の比例区という性格上、党としてですね、応援をもらったことになるんですよ。そして党としてですね、関係を断つというのであれば、この統一教会の支援で生まれた井上義行さんの議席はどうするおつもりなのかと、けじめをつけるお考えはありませんか。内閣総理大臣岸田文雄君。今申し上げたように、関係を持ったことについては、率直にお詫びを申し上げなければならないと思っています。ただ、関係はそれぞれ様々であります。それを国民の皆さんに、この率直に説明をし、政治の信頼回復のために努力することは重要であり、そして何よりも未来に向けて関係を断つことが重要であるということを党の方針として確認をしています。そのために先ほど申し上げました取り組みを今後進めていきたいと考えております。宮本徹君。統一教会との関係を断つと口では言いながらですね、実際は統一教会の組織的支援で得られた議席についてもけじめもつけようとしないと、そういう姿勢だからですね、支持率がどんどん下がるんじゃないですか。安倍政権時の参議院比例区での統一教会の組織的支援の始まりは、2013年の北村恒夫氏です。自民党の資料をもとにした報道では、北村氏の支援団体として世界平和連合とあります。世界平和連合は統一教会の政治集団としての顔であります。この時安倍元首相が北村恒夫氏の支援を直々に頼んだとする内部資料、そして当時の菅官房長官の仕切りで、北村氏が統一教会の福岡の教会を回ったとの証言が報道されております。その後、2016年、2017年と統一教会幹部が首相官邸に訪れ、2017年については菅官房長官の招待だとの報道があります。これ、事前に通告しております。総理、菅前総理らに事実かどうか確認されましたか。内閣総理大臣、岸田文雄君。まず旧統一教会関係者が官邸に招待されたとする指摘のご指摘の報道については、当時の入廷に関する記録が残っていないと報告を受けております。そして、なおご指摘の報道においては、菅元総理の事務所より、
官邸訪問の招待をした事実はない旨、回答がされたという報じられていることも承知をしております。宮本徹君。菅総理にですね、ちゃんと確認をしてですね、この2013年、北村氏がですね、統一教会の福岡の教会を回ったというのはですね、当時の北村事務所の選対部長の証言なんですよ。その点確認されましたか。内閣総理大臣岸田文雄君。自民党においては各議員がこの社会的に問題を指摘されている団体とどう関わったのか、これ8項目にわたってそれぞれの行動を点検し、それをこの党として整理集約をしております。こうした対応を取っている政党は我が党だけであると認識をしています。そしてその上でそれぞれ国会議員が自らの行動を説明した上で関係を断つ、それを徹底するためにガバナンス行動の改定、そしてその裏付けとなるためのこの事前チェック体制を整備をする、そしてさらには地方に対してもその方針の具体的な対応、これを徹底するべくこの政府としてしっかりと周知をする、こうした対応を取っている政党も我々自民党だけであると認識をしております。こうした対応を徹底することによって信頼回復を行っていきたいと考えております。何にも質問に答えてないじゃないですか。私わざわざ事前にですね、菅前総理にこの2013年のことについて確認をして答えてくださいと先週通告してるんですよ。あえて確認をせずにベラベラ質問も通告してないことをですね答えられると。なんで菅前総理に2013年のことをお聞きにもならないのかと疑惑は深まるばかりであります。2013年にこの時に官邸ぐるみと統一教会との取引があったと、こういうですね重大な疑惑が指摘されているわけであります。委員長、菅前総理と北村恒雄議員を本委員会に参考人招致することを求めたいと思います。理事会で協議します。委員長。はい、宮本徹君。安倍元首相は昨年統一教会関連団体 UPF の集会にハン・ハクチャ総裁をはじめ皆様に敬意を表しますとビデオメッセージを寄せておられました。この件について梶栗氏は6度の国政選挙において私たちが示した誠意というものもちゃんと本人が記憶していた、こういう背景があったんだ、こう発言されております。選挙の支援の見返りとして元総理がですね反社会的カルト集団の広告塔となった、極めて重大なことであります。同時に6回の選挙の支援の見返りはこれだけなのか、政府が見返りとして便宜を図ったことはないのか、徹底的な究明が必要だと思います。パネルを見ていただきたいと思います。これはですね、被害者が国と統一教会と信者らを訴えた損害賠償請求訴訟の和解調書であります。この裁判は国が統一教会を野放しにして解散命令請求や質問権行使をしなかったことを違法だと訴え2014年に和解しています。記されております裁判長の言葉を読みます。被告国においても従前の宗務行政の適法性妥当性に対する疑問の余地がないわけではないことや、今後適切な宗務行政がなされることを期待する意味から本和解への参加を求めることが適当であると考えた。この裁判長からの和解の提案を受けて、国は宗教法人法の趣旨目的にのっとり適切にその職務を行っていく、こう約束をされました。総理、この和解調書はご存知ですよね。知ってるか。総理が知ってるかってことですよ。内閣総理大臣岸田文雄君。和解調書を知っていますかということですが、これ、和解調書自身は提出資料として、今、委員の方から示されて、この現物というか、この文書を初めて見た次第であります。宮本徹君。今、初めて見たということですけれども、この和解調書を受けて、国はどういう改善策を取ったんですか。止めてください。
通告してあります。法務大臣、話し康弘君。宗務行政なんですよ。宗務行政ではなくて、商務ということで、裁判の代理人を商務局に務めておりますので、私からお答えさせていただきます。宗務行政の改善策なのか、法務省が何か改善するんですか。ここの今、赤字の部分については、公正決定がなされて、削除されておるというふうに聞いております。山本徹君。そうなんですね、この赤字の部分はですね、その後公正調書をですね、作らせて、国がですね、圧力をかけて削除させたっていうね、とんでもないことまでですね、やってるわけですよ。この裁判長、この和解調書そのものは、国の代理人も含めて、すべての代理人、当事者が参加した場で、一言一句裁判長が読み上げた言葉ですよ。それを終わった後に、公正調書を作らせるというようなことまでやったわけでございますが、この中では、この裁判長の言葉を受けて、その場で、国はですね、宗教法人法の趣旨目的にのっとり、適切にその職務を行っていくと、こう約束されたわけですけれども、もう一度お伺いします、この和解調書を受けて、国は統一教会に対する宗務行政をどう改善したんですか。止めてください。止めてください。止めてください。文科大臣。文科大臣。止めてくださいよ。長岡圭子君。文科大臣、長岡圭子君。お答えいたします。ご指摘のうち、国の抵抗で、和解調書の文言が削除されたという点につきましては、あえて申し上げますと、ご指摘の和解調書には、裁判長が発言をしていない内容が記載されていたことから、その旨を裁判所に申し入れまして、裁判所の判断により、これ、裁判所の判断により、構成されたものと承知をしております。もう全然聞いたこと答えてないですね。私はこれ、弁護士の方に、この部分はちゃんと読み上げたと、参加している弁護士の方に聞いております。でたらめ言わないでください。その上で、どういう改善策を取ったんですかということを聞いてるんですよ。宗務行政を、何言ってるんですか。和解調書そのものは、宗教法人法の趣旨目的にのっとり、適切にその職務を行っていくというところは削除してないですよ。文部科学大臣、永岡桂子君。お答えいたします。引き続き、正当な法務行政をやっていくということでございます。以上です。宮本徹君。もうなんかね、とんちんかんな答弁されてもね、困るんですよ。結局ですね、皆さんのところにも和解調書、事務連絡の部分つけてありますので、ご覧になってください。国は宗教法人法の趣旨目的にのっとり、適切にその職務を行っていくということを約束したにもかかわらず、何にもですね、統一教会に対しての宗務行政は改善されてないんですよ。なぜ保護されたのかと、ここがですね、極めて解明しなければならない点であります。さらに、資料を見ていただきたいと思いますが、4ページ目、国はですね、1996年から2009年までの間に、統一教会と面接を9回行い、活動状況を調査し、一連の民事事件の確定判決で、認定された使用者責任を踏まえ、適切な管理運営や個別事案への誠実な対応をするよう求めてきました。ところがですね、国による統一教会のこの事情聴取は、国賠訴訟中であることを理由に中断して、国賠訴訟が終了した後も再開しておりません。なぜ統一教会の事情聴取を再開しなかったんですか。文部科学大臣、永岡桂子君。はい、お答えいたします。これは、ごめんなさい。はい。
宗務行政の妥当性につきましては、旧統一教会の所轄庁が東京都知事から、文部大臣となった平成8年以降、文化庁におきまして、当該法人の協力を得て、旧統一教会に関する報道、訴訟に関する情報等をもとに、活動状況を聴取するとともに、民事事件の確定判決で認定された使用者責任を踏まえた、これは宗教法人としての適正な管理運営や個別事案への誠実な対応をするよう強く求めてまいりました。一方で、旧統一教会につきましては、平成27年の名称変更後、平成28年、29年においては、それまで認められていた使用者責任とは異なり、法人自体の組織的な不法行為責任を認めた民事裁判の例が見られること、また今般、政府が設けました合同電話相談窓口におきまして、金銭トラブルから心の健康に関するものまで、9月30日時点で幅広く1700件以上の相談が寄せられております。法テラスや警察を含めたさまざまな機関、そして相談につながれていることなどの状況が生じているものと承知をしております。その上で、こうした状況を踏まえれば、旧統一教会については、宗教法人法に定める法令に違反をして、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことや、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことといった解散命令の事由に該当する疑いがあると考えられます。このため所轄庁といたしましては、報告聴取質問権の行使に向けた手続きを進める必要があると考えており、その準備に速やかに着手をしてまいりたいと考えております。以上でございます。ちょっとね、あまりにもひどすぎますよ。聞いたことに何も答えずに違うペーパー延々となんか読んでるような感じにしか聞こえないんですよね。この事情聴取は国賠訴訟を理由に中断して、しかし国賠訴訟が終わった後も再開していないんですよ。なぜ再開していないんですかと聞いてもですね、何にも関係ないことペラ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 喋り続ける。結局ですね、事情聴取をなぜ再開しなかったのかという理由をですね、説明できないということじゃないですか。次に行きます。2014年の和解調書の翌年、統一教会の被害防止のための適切な宗務行政と真逆のことが行われております。統一教会が長年求めてきた名称変更が認められました。下村大臣の関与は指摘されております。これにより正体隠しの関与が一層容易になり、新たな被害につながりました。文化庁宗務課は1997年以来18年間認証できないから申請しないでくれと言い、統一教会も申請来なかったにもかかわらず、統一教会の側がなぜ態度を変えて2015年というタイミングで訴訟も辞さず申請するという行動に出たのか。名称変更の認証について申請さえすれば認証まで進んでいくという何らかの見通しがあったと考えざるを得ません。ところが統一教会の名称変更は認証できないという宗務課の一貫した考え方が、どういう検討経緯で2015年に変わったのか、説明できる資料が一切示されていません。総理はこの名称変更が認証できないという考えがなぜ変わったのか、経緯が分かる当時の資料をご覧になったことありますか。見たことがあるかないかでいいです。ちょっともう時間がなくなってきちゃいます。内閣総理大臣岸田文雄君。ご指摘の点については2015年以前からこの名称変更の相談はありました。しかし2015年まではですね、この相談の結果、旧統一教会からの申請はなかったと認識をしています。申請が初めて行われたのが2015年の、この時点であると承知をしています。そして初めて申請が行われた2015年の時点に、申請が行われ、そしてこの所轄庁として当該申請の内容が法令に規定された
要件を備えていることを確認し、認証の検定を行った、まあ、こうしたことであります。2015年までにいろいろな動きについては、結果として具体的な申請は存在していなかった、これはしっかりと確認しておかなければならないと思っています。委員長、いや私が聞いているのは、その宗務課の方針が変わった資料を見たことがあるかどうかですよ。私は何にも示されない。私は3ヶ月間ですね、当時の経緯を示す資料を出してほしいと言ってますけれども、いろいろある、確認しといて一切出てこない。桜を見る会以来ですよ、こんなに資料が出てこないのは。総理はその資料見たことありますか。それだけ答えてください。もう長い答弁したら時間かかりますので、見たことがあるかないか、それだけでいいですよ。内閣総理大臣、岸田文雄君。具体的な書類、現物を見たかということでありますが、その書類の現物は見ておりません。はい、これは今申し上げたような報告を受けて、それに対して、この判断をした、そうしたことであります。委員長、宮本徹君。ですから、総理もね、見たことないんですよ。誰も見たことがないんですよ。名称変更がですね、なぜ行われたのかと、なぜ宗務課の方針が変わったのかと、そこの政治に関与があったのかなかったのか、この資料はですね、出さないまま闇に葬るなんていうのは許されないですよ。結局ですね、2013年の参院選で統一教会が自民党の組織的支援をした、それ以降ですね、和解調書で約束した宗務行政の改善、解散命令請求や質問権行使はやらない、安倍政権以前行っていた統一教会の事情聴取も行わない、逆に安倍政権以前は認めてこなかった統一教会の望む名称変更だけは行われたと。これはまさにですね、総理、統一教会に対して便宜が選挙の支援の見返りで行われたということになると思いますよ。徹底的な究明が必要だと思います。その上で解散命令請求についてお伺いしたいと思います。総理答弁したいと思います。いや、いいです、もう時間ないですから。解散命令請求について伺います。統一教会の不法行為責任、使用者責任を認めた民事裁判の判決は多数あります。全国弁連の皆さんも速やかな解散命令請求を求めてまいりました。ところが、政府はこれまで解散命令請求の要件を刑法等の違反に限り、民法の不法行為責任は入らないとする解釈を取り、解散命令請求に背を向けてきました。質問権の行使も同意の理由で慎重でしたが、今回総理は民事裁判での統一教会の不法行為責任を認めた判決を踏まえて、質問権の行使を指示いたしました。総理、解散命令請求についても、民事裁判の不法行為責任や使用者責任を認めた判決を根拠に、行える運用に変えるべきでありませんか。内閣総理大臣、岸田文雄君。解散請求を、まあ、解散を認めるにあたっての裁判所の判断については、午前中も議論になりましたが、平成8年の年に最高裁において判決を通じて明らかにされています。その要件について午前中も申し上げたところでありますが、その判断は政府としても踏襲しておりますし、政府としての対応は変わっておりません。刑法等、その中でこの刑法等の実定放棄という部分がありますが、これは必ずしもこの刑法典のみを指すわけではないものの、典型的にはこの罰則により担保されている刑法等の実定放棄の定めるその基本の内容があらかじめ具体的かつ明確に定まっているものであると考えています。この定義に当てはめますならば、午前中も申し上げたように、民法はこれには該当しないと思っています。例えば、特定商取引法ですとか、著作権法ですとか、外為法、こうした法律がこうした法規に該当するものであると認識をしております。いずれにせよ、政府の判断は変わっておりません。変わっていないじゃなくて、変えてくれという質問をしているんですよ。その解釈ではですね、質問権をいくら行使しても、統一教会の役員が刑事罰を食らわない限りですね、解散命令請求はしないということになるわけですね。しかし、宗教法人法の解散命令の要件には、
刑法等に限ると、刑事罰のものに限るということは、どこにも書いていないわけであります。で、教科書もこう書いてますよ。民法の不法行為とは、私的生活関係において他人の権利を侵害する行為であって、法秩序がその権利を保護するために、行為者の権利にも配慮しつつ設定した禁止命令規範に違反すると評価されるものを言うということです。これが教科書でありますよ。教科書の中でも、禁止命令規範違反だと、民法の不法行為は、こういうふうに書かれているわけです。ですから、刑事罰に限るような勝手な解釈に固執するのはやめるべきでありませんか。内閣総理大臣、岸田文雄君。先ほど申し上げましたとおり、刑法等の、実定法規に定める禁止規範または命令規範、これは別に刑法典に限っているというものではありません。この解釈として、その禁止規範への違反に対して、刑罰を科すことを定めた法令であると認識をしています。よって、刑法以外にも、この外為法や著作権法や特定商取引法、こうしたこの法律を挙げることができると思っております。こうした判断は従来から変わっておりません。私は今ですね、民法の関連の教科書の中身を読み上げたわけですよ。全く反論になってないですよ。民法についても不法行為については禁止命令規範に違反すると評価されると、これを不法行為と言うんだって書いてるんですから、そこはちゃんとですね、整理していただきたいと思いますよ。さらにですね、もう一点申し上げますと、地下鉄サリン事件を受けて、宗教法人成立にあたっての規則の認証の審査基準を厳しくしております。この時にですね、布教法に社会的に相当と認められる範囲を逸脱した詐欺的、脅迫的手段を用いていないか、暴力的行為、反社会的な活動、または公序良俗に反する活動を行っていないか、こうしたことを調査することになっております。つまりですね、地下鉄サリン事件以降の新しく宗教法人を作る際の認証の審査基準で言えば、今の統一教会のような詐欺的な布教、これをやってですね、組織的不法行為と断じられる判決があるような団体はですね、新たに宗教法人になろうと思ってもうなれないんですよ、今は。絶対に新たには認証されません、今は。ところが一旦設立の認証を受ければ、不法行為が認定されても宗教法人であり続けられると、これはですね、はっきり言って法律の運用として矛盾していませんか。内閣総理大臣、岸田文雄君。先ほど来説明しているように、政府としての法の解釈、運用、これは全く変わっておりません。平成8年の最高裁の判決に示されたこの解散命令に至るまでの要件、これはこの解釈、変わっていないということであります。この違法性と、そして組織性、これをしっかり兼ね備えたものでなければならない、こうした判断を踏襲しているところであります。こうした法令に基づいて、今回の案件についても、しっかりと判断をすること、これがこの判断の正当性を裏付ける上でも重要であると考えております。宮本徹君。質問に全く答えてないですよ。ね、宗教法人設立にあたっての認証の審査基準との関係で言ったらですね、どう考えたって、不法行為やってるものは今新たになれないのに、現に不法行為やってる宗教法人はそのまま解散もされずに宗教法人のままで入れるというのはおかしいじゃないかということを言ってるんです。そこはおかしいと感じませんか。内閣総理大臣、岸田文雄君。いや、解散に至るまでの考え方について申し上げております。そしてそれは全く変わっていないということを説明させていただいています。法律に従って粛々と対応することが重要であると思います。設立の考え方と法律の解散のとの考え方、これが、この矛盾しているんではないかという指摘でありますが、今、私たちが今、この議論しておるのは、解散に向けてのこの過程であります。法律に従って粛々と対応することが、この法律への対応の正当性を確実なものにすると考えております。
宮本徹君。総理ね、結局、間違った勝手な解釈をしているから、法律の運用上、設立時の認証と、そして解散できるところの大きなズレがですね、生まれてしまってるんですよ。ここは法律の解釈を法律通りに、法令に違反してっていうのはですね、法令に違反してたんだから、民法も含めてあらゆる法律を入れて解釈すれば、整合性が取れて、しっかりと被害防止に向けて解散命令請求につなげられるわけです。その点ですね、しっかりと考えていただきたい、申し上げまして、次のテーマ、介護の問題についていきたいと思います。3年に1度の介護保険制度の見直しの議論が行われております。年内に方向性がまとめられます。この中で介護保険の利用者の負担増があるわけですね。パネルを見ていただきたいと思います。大改悪であります。利用料の2倍化、もしくは2割負担の、2倍化、あるいはそうですね、2割、3割の負担の対象の拡大、ケアプランの有料化、多少室の利用料の引き上げ、要介護1、2の生活援助の保険給付外し、などなどです。3年前のですね、介護保険の見直しの際もですね、介護保険の利用料を原則2割にすることが検討課題とされましたが、3年前は見送られました。どういう反対意見があって見送られたのか、総理はご存知ですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。これは厚生労働省の審議会の過去の経緯についてのご質問でありますので、詳細につきましては、厚生労働大臣から答弁をさせていただきます。厚生労働大臣、加藤勝信君。介護保険の利用者負担割合については、負担領域に応じた負担を通じて、制度の持続可能性を確保する観点から見直しを重ねてきました。で、ご指摘の令和元年の社会保障審議会の介護保険部会では、利用者負担を原則